桐生が抜けた堂島組では幹部の筆頭だった久瀬に代わり、堂島組若頭補佐、太平一家組長、阿波野博樹が新たに台頭していた。阿波野は立花不動産が持つ空の一坪の情報を奪うべく、桐生に立花の身柄を引き渡すよう迫る。頑なに要求を飲まない桐生に対し、阿波野は堂島組を挙げて包囲網を狭めていった。桐生は兄弟分である錦山の助けにより神室町を脱出するが、その錦山とも決別を余儀なくされる。東条界最強といわれる堂島組との対立が深まる中、それでも神室町へと戻っていく桐生。そこには桐生の首を狙う強大な力とわずかな仲間とが待っているはずだった。いたぞ、俺！桐生じゃねえよ！この野郎、紛らわしいなりしてんじゃねえ！桐生じゃねえ。おい！こいつ見たらすぐに知らせろ。いいな。はい。明日連絡します。どうかそれまで堂島組から。Thank you.
こいつ気流だ。リンジャリン稼ぐぜ。
い、お兄さん一杯飲んでって。やめましょうよ課長。てめえ、ほら、なんとか言えよ。やめてんのか。悪かった。大丈夫か。それで済むと思ってんのか。ほら。あの、もしかして桐生さん。やっぱり桐生さん。レーナ、ちょっとどうしたの。血が出てる。怪我してるの。大丈夫。ああ、大した怪我じゃねえ。何があったの。いいんだ、何でもない。それよりもう言ってくれ。あんたも俺と一緒にいるとまずいことになる。分かってる。堂島組に追われてるのね。あ、だったらうちの店に来て。行くとこないんでしょ。ダメだ、あんたに迷惑がかかる。俺のことはほっといてくれ。そんなこと気にしないで。ほっとけない。錦山君の兄弟分を見捨てるな。アイスターも兄弟の縁を切った。え？あんたも俺に構うな。巻き添えにしたくない。そんな風に言われて引っ込めると思う？あんまり舐めないで。来ないんだったら今ここで大声あげる。本気よ。こんなとこにいればすぐ見つかる。お願いだからこれ以上時間かけさせないで。いい？私は先に行って店を閉めるから、桐生さんは少ししたら後から来て。目立たないように裏口から入るといいわ。
ああ。それじゃあ後で。必ずよ。レーナ、すまない。謝るのはそれで最後にしてね。ちゃんと来てくれたのね、桐生さん。あまり長いはしない。橘ってお豆腐から連絡が来るまでだ。それまでの間、頼む。もちろん。座って。とにかく頭の傷、手当てしなきゃ。レーナ、今錦がどうしてるか知ってるか。風間組の事務所に詰めているみたい。さっきも出入りしているの見かけた。なんだかすごく怖い顔してたけど。そうか、ならよかった。傷そこまで深くはないみたい。消毒だけするわ。ああ、さっき桐生さん、錦山君と兄弟の縁を切ったって言ってたよね。それって彼を巻き込みたくないからなんでしょ。今の俺は堂島組全員に追われてる。あいつはもう俺と関わらない方がいい。そんなことだと思った。結局あなたたちってお互いを自分の身以上に思ってる。錦山君はうちに来るとき、いつもあなたのことを楽しそうに話してた。私にはそんな仲間がいないから、すごく羨ましい。何にしても俺はこれ以上あいつの荷物になりたくねえ。もう兄弟を苦しめたくない。キリュウさん、一応知らせとくけど、あなたのこと警察も探してる。今日この店に刑事が来て、あなたに話が聞きたいって。心当たりある？ああ、どうやら時間切れってことらしい。時間切れ？どういうこと？俺には殺しの濡れ衣が着せられてる。殻の一壺に出た死体の件でな。それを橘が殺に手を回して俺への捜査を抑えてくれてたんだ。その猶予が切れた。でも濡れ衣っていうことは。ああ、俺は殺してない。はめられたんだ。キリュウさん、誰か来る。今の時間、もうエレベーターは動かないはずなのに。奥の部屋に隠れて。え、堂島組をなめんじゃないよ、姉ちゃん。おら、出てこいや、キリュウ。この店はずっと張ってたんだよ、バカが。こそこそ隠れてんじゃねえぞ、おら。キリュウさん、ダメ、逃げて。やっぱり嫌がった。おい、応援呼んでこい、全員が。へい。すまねえ、レイナ。逃げちゃいけなかった。キリュウさん、
もうてめえの居場所はどこにもねえんだよ。キリュウ！キリュウさん、店荒らしてすまなかったレイナ。全部俺のせいだ。すぐにこいつらの仲間が集まってくる。もう行かねえと。待って、警察を呼ぶ。逮捕されるかもしれないけど、それでも警察になら殺されない。無駄だ。ヤクザがここまでやるからには、サツが来たとこで引きはしない。俺を始末するまではな。そんな、誰か他に助けはいないの？いれば、あんたにも迷惑かけずに済んだ。迷惑だなんて。じゃあ、迷惑ついでに一つ頼まれてくれるか？こいつを錦に渡してほしい。これは、それを渡してこう伝えてくれ。俺のために復讐するのだけはやめろと。組に逆らえば、あいつは俺の二の舞になる。キリュウさん、キリュウさん！もう逃げらんねえぞ、キリュウ。ああ。だが、こんだけ道連れがいりゃ、寂しい思いしないです。バカな、まだまだ駆けつけてくる。どうあがいても地獄見んのはてめえだけだ。おら、ぶっ殺せ！
なんて野郎だ。マジかよ。頑固なやつだな、おめえ。いつかこうなることは分かってたはずだろ。だがもう脅しじゃ済まなくなっちまって。あばな、立花の居所は後でじっくりお前の体に聞く。そいつは相手どこで死んでもらうことに変わりやねえやな。巨大、手柄はてめえにくれてやる。だがこいつは俺がやるぜ。ギリ、おめえが変わった立花はどうしてんだろうな。ここんとこばったり姿消しちまってる。連中、おめえを見捨てたってわけだ。風間の頭もおめえを見殺しにする気でいい。報われねえな、今時の仁義ってやつはよ。立花、必ず殻の一つぼを手に入れる。そうなりゃあんたらもまずいことになる。俺はどんな目に遭おうが立花の居所は吐く気はねえ。今ここで追い詰められてんのは俺だけか。知った風な口聞くんじゃねえぞ、若造へ。任せとけ、兄弟。俺がすぐに黙らしてやる。たっぷり楽しましてもらうぜ。キャアマチュアにガードを。
遅くなりました、キリュウさん。あいにく車の運転は得意じゃないんです。しっかり捕まっててください。逃がせろおめえら。誰この野郎。くそ、逃げやがれ。